かんない試合を、またさせていただき、なのでまあ2018年の2月に、事務所の方へ報告させていただいて、それからまたこう話し合いを重ねるごとに2018年の6月に決断いたしました。はい、大野さんにお尋ねしたいんですが、先ほどファンに出されたメッセージの中に、はい、一度何事にも縛られず自由な生活がしてみたい、これは具体的にどういうことを意味してるんでしょうか。そうですね、まあ具体的に何がしたいかっていうのはちょっと僕の中では決まってることではないんですけど、まあちょっとなんていうのかな、自由な生活というのはまあもちろんこうこの世界を一度こう離れてみて、なんか今まで見たことない景色だったり、まだそういうのをまあ見てみたいというか、普通の生活っていうのは今までこの世界に入って経験してないなっていう思いもあり、ちょっとそういうことにもまあ興味というかあり、まあそういうことではあるんですけど、具体的なことは何がやりたいとかいうことはないんですけど、はい、でも自由な生活をしてもジャニーズ事務所のタレントであり、そして嵐の一員ではあるということですよね。そうですね、最初は活動を終えたいと、皆さんに報告、メンバー含め報告した時に、まあ、やっぱり終えたいという思いになった時にはですね、やはりこの事務所を辞めなくてはけじめというものが自分の中でつかないなと思っていたんですけど、まあ、ただこうメンバーと、事務所の方々と話していく中で、お休みということでいいんではないかという話し合いのもと、そういう形になったんで、そうですね、だからこう、まあ、所属は所属ではあるんですけど、まあ、期限超えたら、まあ、ちょっと自分のやりたいことは、まあ、見かってないんですけど、ちょっとゆっくり休んで、ちょっと考えたいなっていう思っております。はい、大野さんのその思いというのはいつ頃、何かこうきっかけになるようなものというのはあったんでしょうか。きっかけというのは、まあきっかけというのはまあ正直ないというか、まあ、いついつ思ったかというより、まあ、大体3年ぐらい前ぐらいからそういう気持ち、思いが芽生えて、どんどんそれがちょっと強くなっていったっていうのが現状というか、はい、となるとこうハワイの公演、あの映画終わった後ぐらいなんでしょうか。そう、終わってちょっと経って、まあ、仕事をする中で、そうですね、そのあたりから、ちょっと自分の気持ちに変化が現れてきてしまってですね、はい、ハワイの景色は特別でしたよね。そうですね、まあそこで日本に戻ってきて、まあ、具体的なことはちょっと覚えてないですけど、そこからまあ15周年終わってから自分の中で仕事をして、まあ、個人仕事もやらせてもらったりする中で、徐々にですけどそういう気持ちが芽生えていきましたね。何かこう